体の関係を、まあ、女性と生き物はね、重ねていくうちに下半身に理性を乗っ取られるんですね。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日はですね、不倫妻の本音を暴露ということで、不倫妻の本音をね、もうバリバリ暴露、バリバリって、これね、あの北九州、私福岡県北九州出身なんですが、あのバリバリって結構使うんですけども、はい、あのね、日々この新規のカウンセリングとかもさせていただいてるわけなんですけども、され夫さんが不倫妻、自分の妻が不倫をしてるっていうご相談がとても多くなってきたんですね。で、いつもこれお伝えしてると思うんですけども、本当に妻の不倫というのはタチが悪いんですよ。もう本当にタチが悪いんですね。で、こう何もかもこういろんなものを用意して、もう用意周到にね、用意して、まあ、離婚劇をもうまるで火曜サスペンスばりにこの、なんかこうドラマを繰り広げていくわけなんですね。で、子供のことも忘れて、その自分がね、母親であることも捨てて、そしてその下品な、ね、下半身活動に勤しむという、そういう妻が最近は増えてきております。で、ね、私はね、あのいつもこのされ妻さんだから、夫に不倫をされている奥様のご相談というものが多く受けているわけなんですけども、調査をしたらやっぱダブル不倫って圧倒的に多いんですね。で、ダブル不倫で相手の不倫女の方が既婚者 で、どういう感じで会ってるかというと、子供を、まあ、小学校とかね、小学生とか幼稚園とかの子供を置いてまで、家に置いてまで安いラブホテルに入って、その、まあ、昼間ね、そういうことを下半身活動に勤しんだりとかで、夜出かける時も子供を自分の実家に、やり飲み会だと、やり女子会だと、やり旦那さんがこんなんだから、ちょっと私ストレス発散にしないと、もう家族のこの母親として生きてらんないとかね、いうふうに自分の母親に嘘をついてまで、その下半身活動に勤しむということがあるんですよ。でね、その男を触った手で自分の可愛い子供の顔を、なんとかちゃん、もうなんかいい子にしてたとかって、触る、そういう汚い手で触るなと、で、身の毛のよだつその不倫妻たちが激増しております。でもね、あのそんなに不倫妻でも、まあ、最初からね、その不倫をするつもりはなかったわけなんですよ。まあ、でも中には独身時代から、まあ、とこう性に対して自由奔放な女性もいるわけなんですけども、でそこで今日はですね、不倫妻の本音についてね、あの動画にしていきたいと思います。で、今日の動画の最後のおまけトークでは、私の周りにね、不倫してる人たちがいるんですよ。私こんな仕事してるのに、ほんまに、あのそういう人たちがどんなことを言ってるのかということをこそっとお伝えしていきたいと思いますので、最後までご覧ください。ということで、不倫妻の本音ということで5つお伝えしていきます。1つ目、奥さんではなくて一人の女性として見てもらいたい。2つ目、恋愛ドラマのように奪ってもらいたい。いくつやねん、ほんまに。3つ目、家庭は壊したくないけども体の欲求が抑えられない。ね、下半身活動ばかりね、本当に。お前は動物かって思いますよね。4つ目、正直夫のセックスに飽きた。お互い様だと思いますけどね。5つ目、女性として大事にされたいということなんですけども、これ一つずつもちろんね、あの詳しくご説明させていただきたいと思うんですが、最後のこの女性として大事にされたいというところっていうのは、セックスの中で、まあ、大事にされたいと思う、まあ、ちょっと例えば女性としての喜びを知らないというところも大きく関係しておりますので、最後まで5番目までちょっとご覧くださいね。ということで、1番目の奥さんではなくて一人の女性として見てもらいたい、これは不倫をしている女性たちが結構言います、言ってると思います。私結婚遅かったので、あの特にその自分が母親になったからといって、なんか他の男性に女性として扱われなかったらどうのこうのってことはあまり思わないんですよね。もうなんか自由奔放に生きてきたので、なのでそういうこと思わないんだけど、若い時に結婚した奥さんが結構多かったりしますね。例えば20代前半で結婚したりとかいう方が、奥さんではなくて一人の女性として見てもらいたい、いわゆる女性として一番輝いてた時というか、一番、まあ、いい時期ですよね。油に乗ってる女性の時期に、まあ、奥さんになってるわけですよ。で、奥さんになってて子育てが一段落したけども、まだ30代半ばまではまだ女性としてのホルモン、女性ホルモンでもバンバン分泌してますから、だからそんな時にその奥さんではなくて
人の女性として見てもらいたいっていう、まあ、奥さんたちが多いようですね。だからあのこういうことを言う女性って、まあ、本当にもう多くの女性は独身時代、実はその独身期間が短かった、大学出て独身期間が短かったという方が多かったりします。でなぜならその子供関係とか義理の両親とかの関係の中でいつもね、その子供の母親なんとかのママとかね、でまあ義理の両親のところに行ったらなんとかさんとか言われたりとか、なんとかの奥さんとか言われたりとかいうふうにして、一人の人間として女性としてという扱いがあまりこうなかなかないと、うん、でそういう時にね、職場の自分がパートをしている職場の飲み会に出席したりとかね、でそういうところで女性として扱われたいとかね、あのいやいやもうレディーファーストでどうぞどうぞとか、いや何々さんは何か飲みますかとか心遣いがあったりとかすると、ちょっとやっぱりなんかふって思うみたいですね。なので奥さんが若い方って、若くに結婚した方っていうのはちょっとご注意ください。次2番目、恋愛ドラマのように奪ってもらいたい。これもまた恋愛経験がね少ない方、あと少女漫画に没頭してる妻っていうのはちょっと気をつけた方がいいんですね。でこれ少し前にですけども、あの昼顔っていうドラマがありましたよね。私も見に行きましたよ、昼顔。でね、こんなことあるわけねえだろみたいな感じで思ってたんですけども、でも実際ああいうドラマに憧れて、例えば職場のパート先の、店長さんとパート社員とかね、これも本当に圧倒的に多いんですよ。であの昼顔とかいうドラマもやっぱりその平平凡凡な生活の中から、まあ偶然たまたまその男と出会ってありえないようなすれ違いがあったりとかね、いうのに憧れて自分が主人公になりかなったつもりで不倫に転化してしまうということもあるみたいですね。まあドラマの影響ってねものすごく大きいんですよ。特にあの子育てが一段落した、ママたちっていうのは結構ねこの多かったりしますので、そこちょっとご注意ください。はい、次3つ目は、家庭は壊したくないけど体の欲求は抑えられないっていうことなんですね。でまあ、最初はねその例えばその昼顔に憧れて一回こう体の関係になったりとかね、言うにしても本音としてはね、家庭まで壊したくないっていうのが本音だったりするんですよね。で体の関係を、まあ、女性という生き物はね重ねていくうちに、不倫妻っていうのはどんどん下半身に理性を乗っ取られるわけですよ。下半身に理性を乗っ取られるんですね。だから下半身の欲求にね奪われてしまって、その子供の未来も何もかも捨ててね、不倫男のところに行きました。でも不倫男はいや俺はそんなつもりないからと逃げられる、そして一人暮らしになるというこのオチ、これね結構効くんでね、あのサレズマさんからのご相談で、旦那さんが別れたがっているけども、向こうの、ダブル不倫相手の女性が離婚をして、で一人暮らしで待ってると、でも旦那さんはなかなか別れきれない、その向こうが離婚したからね、どうしたらいいですかっていう私のところにご相談が来たりとかするんですよ。でも所詮ね、あの不倫ですから、多くの男性というものは家庭を壊すつもりはさらさらないということを、下妻さんというのはちょっとね覚えててほしいなって思います。はい、次4つ目は、正直夫のセックスに飽きたんだぜということがあります。でね、これねさっきも言いましたけど、本当にねお互い様だと思うんですよ。お互い様ですよ。だから自分が飽きたと思ってるってことは、あまだ終わらないのみたいな感じでやってると、旦那さんもそれはもちろん飽きるじゃないですか。飽きますよね。だって旦那さんたちって資格でセックスしてることが多いわけですから、まあ、自分のことはさておいてですよ。で、夫のその下半身活動の愚痴をね、言い合ってる妻たちも少なくないんですよね。で、そんな下品な井戸端会議をやってる時に、一人のね、妻が、いや、実は私、浮気したんだ。っていう話になると、みたいな、もうね40ぐらいのおばはんたちがね、サンマルクですよ、ね、もう聞きましたよこれ。サンマルク、私一生懸命資料を作ってる時にね、あの40代半ばよね、あれはのなんかもうなんか、マジであんたが浮気したのって、マジ
マジで言ってるみたいなね。本当にそういう人が浮気するんですよ。まさかと思っている人が浮気するんですね。でそういうこの井戸端会議で浮気したのって告白が一人あったら、心の中でこの人がするんだったら私もできるよねって思うのが、まあ私たちのね、この女性のいやらしい部分だったりするんですよね。このフリンズマーのね、の沼にはまっていくっていうことがあります。はい、次5番目、5番目はここで一番大事なところです。女性として大事にされたいということなんですけども、これもさっきも言いましたけど本当にお互い様なんですよ。でこのね、女性としての大事にされたいと思ってる言ってる妻ほど自分が旦那さんのことを全く大事にしてない。でもね、そんな時にその女性として扱われたいとするとですよ、男性からなんか、あ、なんとかさん危ないよとか言ってこう肩なんかヒュッとか捕まえたら、久しぶりにここにさ、旦那だ、他の男が触ったとか、でもここ超絶に意識しちゃうんですよ。でも私のことじゃないですからね。でそうなると、まあ、女性として扱われたと思ってしまう。でそれでその男性を意識してしまうんですよね。で女性としての喜び、特に女性としての喜び、下半身の喜びね、下半身の喜びを、まあ、旦那さんで得られない。もういつもマグロ状態ですから、大体ね、マグロ状態になって旦那さんが、まあ、コツ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 頑張ってるけども、なんかもう早く終わらねえかなみたいないう感じに思ってる女性ほど、まあ、妻ほど旦那さんで喜びを得られないから、そのこの人だったら私がまだ女性としてなんかあのエロ雑誌で読むような、あのなんかめくるめく快感、なんかピクピクってなって失神するような快感とかいう風のを得られるんじゃないのかなみたいな、なんか女性としての喜びを経験したいなとか、布団の上でするんじゃなくてなんかちょっとこうね、林の中でやってみたいなとかね、車の中でなんか誰かに見つかるか知らないけど、そのとこでやってみたいなとか、こういうふうに思ってやってるんだと思うんですよ。旦那さんがちょっと40代で女性が20代だとすると、そういうこうアブノーマルなことはやらないんですけども、なんか相手が、こっちが中年、相手も中年とかなると、ちょっとね、なんか普通やらないようなことをラブホテルでやったりとかね、車の中でやったりとか、もう本当にね多いんですよね。まあ女性自身がね、自分の体をね、その女性としての喜びを知るにはどういうタイミングで、自分の体が、あのこの女性としての喜びを、ね、得やすいのかっていうことを分かってない女性たちがものすごく多いんですね。でその分かってないのに、分かってないくせにですよ、あいつが下手くそなんだって言ってる女性も多いということなんですよね。だからまずその自分の、ね、体の仕組み、どこが気持ちよくて、どういう体が気持ちよくて、どういう時に自分が気持ちよくなるのかということを、ね、知っておかないと、そもそもがこの女性として大事にされたいとか、その女性としての喜びを、ね、感じたいとかいうのは、まあ、到底無理だと思います。なのでいつかこの女性としての喜び、ね、体の喜びについて、まあ、動画を、ね、ちょっと撮っていこうかなと思います。まあ、私が語ると、ね、ちょっとなんか下品な感じになりそうなので、ただまあその点の専門家にですね、聞いてみたいなと思います。はい、ということでいかがでしたか。もしあなたが奥さんのことをママとかお母さんとか、あ、そういうふうに言ってるんだったら、もしかしたら、もしかするかもしれません。で本当にね、その不倫する妻っていうのは普通よりもちょっと下かなっていう奥さんが多いということをね、忘れないでいてくださいね。はい、ということでここから おまけトークなんですけども、まあ、私のね、その知り合いとかとも不倫妻がいるわけなんですよ。でね、そのね、不倫するその3大言い訳ですねっていうのが、旦那もしてるから、だから旦那さんも浮気してるからっていうことなんですね。で2番目が、旦那とはいけないから、いわゆるセックスで全然女性としての喜びを感じない、あいつは下手くそだ、旦那がちっちゃいとかいろいろ言うんですよね。旦那の一物がちっちゃいんだったら、あんたのその下半身のこの穴の大きさをキュッとちっちゃくすれば、それはね、関係ないことなんですよ。なのに旦那のね、一物がちっちゃいから私は行かれないと、虚婚と出会ったら私は快感がね、得られるかもしれないということは幻想です。で、まあもう一つが、旦那が臭いから無理っていうのが多いんですよね。まあ、旦那が臭いから無理って言ってるんですけど、女性もね、まあ、45過ぎてきたらだんだん加齢臭がしてくるっていうことを忘れないように。
って私は思います。うん、旦那がね捨てるからっていうのもわからない気でもないんですが、うん、旦那といけないというのは、まあ、自分の気持ちが旦那にないからということも関係してるんじゃないかなと思います。だから出会い系に、そんな女性っていうのはね、出会い系に登録して男を特会引っかいしてるけど、まあ、肝心な旦那はね、もう自分の妻がめちゃこの不倫をするような色っぽい妻じゃないから、もう微塵も疑ってないんですよ。そういうなんかね変な男がおったらなんかびっくりやわみたいな感じで言ってるけど、そういう人ほど不倫をしています。はい、ということでこの動画では不倫をされている奥様旦那様向けに、どうやったら夫婦円満家族円満なれるかということを中心にお伝えしています。 LINE 公式の方に登録してくださると、不倫をされている旦那さん奥さんのためにですね、5ステップの解決動画というのを無料でお配りしておりますので、概要欄から登録くださいね。 LINE 登録ですね。はい、ということでこの動画もしよかったらグッドボタンとコメント、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。また。